こんにちは、朝日新旧整骨院の沢口です。今日はテレビで放送されていた倒立をして体を健康にする方法を紹介したいと思います。でどうして倒立をすると体は健康になるのかっていうと、人間の体は立っているとき、座っているときっていうのは常にこう重力にさらされています。ですのでこう立っていると筋肉が重力によって下にずれてしまう。で内臓とかも重力によって下にずれてしまう。で血液も下に行って上に上がってきにくいっていう風になると、循環が悪くなったりとか、筋肉の位置、内臓の位置がずれてしまって、で本来の機能がだんだん果たせなくなってしまいます。ですので倒立をして頭と足を逆にすることによって正しい位置に戻して、でそういう風にすることで健康が保たれるようになります。では実際に倒立をやってみます。で倒立をする時の注意点はですね、壁との手の位置ですね、これをこう遠すぎるところでやると体が反りすぎて腰が痛くなってしまったりというのがあるので、その点はよく気をつけてください。ですね、でこのように倒立をして、で肩をしっかりこうグッとこう伸ばしてあげることが大事です。これがふにゃっと曲がっていると先ほどと同じで腰が痛くなってしまうので、しっかりこうピンと伸ばすと、でできれば1分間ぐらいするのが理想ですが、最初は10秒とか20秒とかでも大丈夫です。ですね、でこういうふうにすることで体が元の状態に戻っていきますので、ぜひ1回試してみたらいいんじゃないかなと思います。それでは皆さん、次週またお会いしましょう。さよなら。